はい、タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、横浜ベイホテル東急に来ております。本当でしたら、海側じゃない方、町側の、本当に変なとこだったんですけども、ちょっと窓側の空きが出まして、3000円はちょっとプラスになったんですけども、海側のめちゃくちゃひ、あの、景色がいいところに、部屋になりました。すごいです、本当に。ちょっと皆様にお見せしたいと思います。これですよ。これ。もう絶景しか言いようがないような。これですよ。ほら。うわ、すごい。これが、パシフィコ横浜。うわ、すげえ景色。なんちゅういいところに泊まったんだ。まあ、プラス3000円であるんですけど、これはちょっとですね、めったに味わえない、ゴージャスな、あれですね。13階ですね、こう。13階なんですけども、すげえ。横浜ベイブリッジが向こうにあるんですよ。わあ、これはちょっと前、ちょっとあそこのなんだっけ、1階なんだっけ、あそこの神戸のシェラトンホテルはちょっと期待裏切られましたけど、ここの、横浜ベイホテル東急はすごいわ、これ。この景色。うーわ。マジか。すげえ。はい。という形なんですけども、またちょっとですね、部屋とか後でお見せしたいと思いますんで、一旦そこで切りますね。これはですね、本当にじゃらんでちょっと頼んだんですけども、たまたま空き出てこの部屋になったんですが、これは本当に大満足です。もう本当にありがとうございます。このホテル、いつかは泊まりたいなと思ってるホテルですよ、これ。このコンチネンタルホテルでしたっけ、この三角の。こんな近くなんだ。こんな作りだとは思いませんでした。まあ明日また朝、また後でですね、ちょっと動画撮りたいと思いますんで、またちょっと後で、今ちょっとご飯、お風呂入りたいと思いますんで、一回切ります。はい、タイヤバームクーヘンです。今、横浜ベイ東急ホテルですね、に来ました。これすごいですね、月が満月じゃないですか、これ。満月の月で、このコンチネンタルホテルと、コスモなんとかの、観覧車、それ満月が上になんかぼやーっと落ちてます。今19時45分って書いてありますね。見えますかね。で、目の前にあるのがワールドポーターズ、イオンビブレって書いてあります。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけども、すごいですね、これ。この絶景。
これはホテル狙ってるしかないもんね。すげえ綺麗。ちょっとしばらく黙ってます。こっちにはコンチネンタルホテル、横浜コンチネンタルホテルがあります。なんかこんなふわーってなんかクラゲみたいになってたんだ、広がってて。これ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 、月夜にこの大きな観覧車、絶景しか言いようがないですね。冗談抜きでこんな綺麗なのがあるかってぐらいですよ。じゃあちょっとですね、また一回切ります。今ちょっと三脚撮影ですね、撮影してますけど、めちゃくちゃ綺麗です。
皆さん、それでですね、見えますかね、あっちの、こっちの方ですね。こっちはですね、横浜ベイブリッジなんですけども、ちょっと今拡大します。ベイブリッジの下に見えます？なんか船みたいの。これ多分ですね、あれなんですよ。ダイヤモンドプリンセスなんですよ。この光ってるやつ。多分ね、これは違うんですけど、こっちですね。こちらって多分ダイヤモンドプリンセスですね。まあ、ちょっと、奥の方に行く見えるやつですね。これは、ベイブリッジなんですよ。船がいまして。ブリッジの奥の方に見えてるのが多分ダイヤモンドプリンセスじゃないかなと思うんですよね。この光ってるやつですね。はい、ワールドポーターズがさーっと見えますね。ワールドポーターズが見えます。で、またちょっと後で撮りたいと思います。